プレミア公式が三笘の活躍を、かっこよく表現してしまう。ブライトンは現地時間10月6日、プレミアリーグ第7節でトッテナムとホームで対戦し、3-2で逆転勝利。この一戦で三笘薫が2ゴールに絡む活躍を披露し、トッテナム戦の最優秀選手にも選出される。この活躍はプレミア公式さんにも取り上げられ、左サイドを支配しているとして、三笘薫は、左サイドの悪夢だ、と言わしめている。これを見た海外プレミアファンの反応がこちらになります。三笘薫がボールを持っているとき、彼がどの方向に行くのか、全く予測ができません。三笘のスピードとスキルは、まるでディフェンダーを馬鹿にしているようだ。彼は左サイドで、試合の流れを変える絶対的存在だ。彼は今日、本当に良い試合をしたよ。左サイドの三笘はディフェンダーにとって、まさに大混乱だ。相手選手を抜き去りチャンスを作り出す。彼の能力は非凡だ。まさにその通りです。悪夢です。三笘薫選手のスキルは最高です。彼は本当に素晴らしい。最高の選手だ。これからも頑張ってください。リーグ最高のウィンガー、日本が大好き。ついに三笘の正義が始まった。彼と対戦するチームにとって三笘は悪夢であり、彼と契約する人は幸運だ。この選手はまさに、ゲームチェンジャーだ。三笘薫は左サイドの真の脅威であり、その驚異的なスキルで、ディフェンダーを魅了してしまう。ドリブルのテクニックやスキルセットを研究して、ピッチ上で敵を相手にそれを披露できるなんて、一体どういうこと？有言実行の一品。間違いなく、今リーグで最高の左ウィングです。彼はより大きなチームに、移籍するかもしれない。彼は実は、優れたディフェンスマン、でもある。